札山、観音像札山は中華人民共和国石江省、長山群島にある島。中国次大仏教名山の一つで観音菩薩が祀られている。年間360万人を超える観光客が訪れる。札山の海岸と寺院統地が観音霊場となった由来は、後日の広沈前寺の孔にも記述される通り、916年中国への渡来像である。 絵学が中国留学を終えて日本に帰国しようとした際日本に将来しようとした観音像が当地で日本に渡ること拒んだという故事にちなんでいる。よってその観音像は不幸さ観音と称されておりそのお堂は不幸さ観音院と呼ばれる。以後この長山群島中のさ山は観音菩薩の浄土である田楽にぎせられ、 人々の信仰を集める中国有数の霊場となった。札山という名称の由来も札楽である。札山の浜辺を俯瞰する札山は甲州湾の出口から東、シナ海海上を東に約100海里にあり、全島面積は約12.5平方キロメートル。細長い形をした島で最高地点は仏長山で海抜約300メートル。 行政的には、石膏省庁山市札区。中国四大仏教名山のうち唯一の海上聖地であり、海天仏国と呼ばれる。岩大石、二亀長宝石、石膏大石などの祈願が多い。札山の海辺の洞窟札山多宝島。吉村正美、松浦聖山の見た教会と、俗地札山をめぐる交渉から井上大市編。近世日本の歴史序実と、 対外意識 ISBN 978から4から585221524ありがとうございます。